国鉄キハ40系気動車、JR 九州スイートトレーン、ある列車 JR 九州スイートトレーン、ある列車は、九州旅客鉄道が運行する観光列車である。D&S 列車第10弾として、2015年8月8日より運行されている。明治時代末期に九州鉄道がアメリカ合衆国の J.G. ブリル社より輸入した豪華客車のイメージを持たせて設計された車両を使用し、車内で軽食やスイーツのコース料理を提供しながら約2時間半前後をかけて運行する列車である。2015年8月8日に運行を開始した。大分コース、長崎コース、ハウステンボスコース、佐賀長崎、佐世保コースの4種類があり、時期により1つのコースが運転される。車両は世界的に著名な鉄道模型愛好家の原慎太郎が制作した模型をベースに、原の次男で原鉄道模型博物館副館長である原武人の監修のもと、水戸岡鋭治がデザイン、設計を行った。車内では東京、南青山のレストラン、成沢のオーナーシェフ、鳴沢友好が監修したレシピによる九州の食材を使用したスイーツや軽食を楽しめる。列車名のある列車は、この車両のコンセプトの元となった豪華客車に対して、当時の鉄道趣味者がつけた呼び名である。また、キーワードのあるにはの意味が込められている。JR 九州は、七つ星in九州に続く観光列車として、スイーツ列車の運行を計画していた。当初は七つ星よりも気軽に乗れる列車をコンセプトに計画していたが、2013年10月に七つ星が運行開始すると好評を博し、乗れない、乗りたいといった声が多く寄せられたため、当初のコンセプトは変更された。その後、2014年8月に JR 九州がある列車をモチーフとした列車を走らせる計画を発表し、2015年2月には列車名を JR 九州スイートトレーン、ある列車にすると発表された。専用車は2015年7月18日に報道関係者向けに公開され、同日小倉総合車両センターから出場した。明治時代のある列車は木造車体で製造当時、青もしくは黄緑色に塗られていたと伝えられているが、正確な塗装は不明である。原慎太郎は職人にある列車の模型を製作させた際、塗装を施させなかった。このため、原の模型は真鍮素材の地による金色を呈している。JR 九州では原鉄道模型博物館とのタイアップという経緯から、実車ではなく、車体色は模型に寄せた金色がベースとなっている。おおむね金、土日曜日を中心に運行され、時期により、大分駅日田駅間の大分コースが運行される時期と、佐世保駅長崎駅間の長崎コースが運行される時期がある。大分コースは、午前便が大分発日田駅で、午後便が日田発大部駅、長崎コースは、午前便が佐世保発長崎駅で、午後便が長崎発佐世保駅で運行される。長崎コースは往復とも、急線経由での運行。列車交換可能な特急停車駅等で運転停車を行うが、途中乗車下車は不可。JR 九州及び大手旅行会社が主催する旅行商品としてのみの販売となるため、団体専用列車となる。また、ツアー参加者は10歳以上に限定される。2020年3月14日のダイヤ改正に合わせて定期コースの新コースが2本設定され、臨時コースとして運行された実績のあるハウステンボス、博多コース、長崎コースの午前中を佐賀長崎間に変更した佐賀長崎、佐世保コースが追加された。特別企画の列車として大分コース、長崎コース以外に走行を行った例を以下に紹介する。四国旅客鉄道で2011年4月に廃車となった。キハ47型気動車のキハ47176.1505 を譲り受け小倉総合車両センターで改造した2両編成で新形式のキロシ47型となっている。デビュー当初は大分車両センター所属であったが2017年3月3日付で佐世保車両センターに転属した。改造に合わせて、基幹設備も更新され、形式番号はキハ47176キロシ47から9176、キハ47505キロシ47から3505に改版された。1号車がキロシ47から9176、2号車がキロシ47から3505となっている。なお、キロシは日本国有鉄道時代を通じても初の形式記号である。この項では外装、内装について解説を行う。走行基幹設備の改造等については、キロシ47型を参照されたい。改造費用は2両計で約6億円で、社長の青柳俊彦は7つ星とほぼ同じと、水戸岡はちょっとお金を使いすぎてしまったと発言している。車体外部塗装は2両ともほぼ同一で、金色と黒の2色に、唐草模様をあしらった塗装である。前面は、全照灯が増設されるとともに、貫通扉の窓が丸窓となっている。前面下部の唐草模様の部分は塗装ではなく、真鍮板とステンレス板を加工して取り付けている。側面は、座席部分の窓が固定窓化され、窓の上部には豪華客車の飾り窓を模したアーチ型の飾りが付けられており、座席部分以外の窓や戸袋窓は埋められている。また、キロシ47から9176は、後くらい側の側扉が、キロシ47から3505は、前くらい側の側扉がそれぞれ埋められ、いずれも乗降扉は側面に1箇所のみとなった。乗降扉は、従来の両開き扉のままであるが、乗降扉の窓は、ステンドグラスに取り替えられている。車番表記には、47DC9176 というプレートが側面に掲げられているほか、別に側面下部に目立たないように、キロシ47から9176と書かれている。なお、JR 九州で水戸岡がデザインした車両で見られる、文字や数字を四角で囲むレタリングはされていない。また、所属表記は連結物間面に表記されている。車内は2両で、別々の構造となっており、どちらも壁や床、天井には木材が使用されている。1号車のキロシ47から9176はテーブル席となっており、2名用テーブルを5席、4名用テーブルを3席、設置し、前くらい側にクローゼットと冷蔵庫、後くらい側に厨房を備えている。デザイナーの水戸岡鋭治によると、フランスのベルサイユ宮殿をイメージした、としている。また、明るくロマンチックをコンセプトにしている。壁材は3フット材とメープル材、天井は 77K でも用いられている。各天井となっており白漆喰が使われている。2号車のキロシ47から3505は、雪見障子による仕切りを設けた個室席となっており、水戸岡は2号車は神社仏閣、外装は馬車などをイメージした。大人の雰囲気で和のテイストもふんだんに使っていると説明している2名用個室を発出、設置するほか、後くらい側に厨房を、前くらい側に車椅子対応座席と、便所、洗面所を設置している。壁には3フット材とウォールナット材が、廊下にはウォールナット材が使用されている。個室内の床はカーペット式となっている。また、個室間の仕切りには、福岡県の特産工芸品である大川組子が用いられている。車内に敷かれているカーペットや飾られている絵のデザインも水戸岡が担当している。また、ハートマークを多数盛り込んでいる。なお改造前はキハ47176が便所付きでキハ47505が便所なしであったが、改造によりキロシ47から3505に洋式便所、洗面所を新設し、キロシ47から9176の便所は撤去された。ありがとうございます。